俺がこの業界盛り上げます。はい、この岩ぐらいこの拳で十分嘘です。やばいね、この岩でかろ。ちょっと岩見せまます、うん、うわでかいね。これをね、今からね叩き割っちゃおうかなと思って。おということで始めようかね。うわ、分からんやろこの割り方。分からん、みんな多分ね知らんはず。だいぶいくね。結構力いるやろ。結構、いやいらんよ。どうぞ全部ここね。そこね。かっこよかった今ね。行ってみようかな。あーかっこよかった。かっこよかった。しょうがないよね。サマンナ取った。しょうがないんですよね、それは。生まれつきなんでね。で、なにそれ。高さもう一本あります。これこれがセリア。へ、うん、こんなんで割れるとっても。思う。ただね、問題があってね、うん、ちょっとね、セリアがね、うん、あの、霧のサイズと合ってないっちゃ。あーなるほど。ほらスカスカや。あー霧が大きいんだ。これきついぞ。マジでそう、ポコンと行かないといけない。ちょっと待って待って。大丈夫大丈夫、入るよ入るよ。で打ち込むやろ。うん、もう一発。これもう霧のサイズ間違ってね。ほら合わんもんね。ほら、ひび入るよ。見せて。うわ、ほんとや、すげえ。え久しぶりに。いや、そっちゃ。あんね、霧がね、霧がねないっちゃ。どうします、高兄さん。ほら、現れた現れた。救世主、救世主。うん、早いですね。早い。うん、よっしゃ。おお、はい、ありよ。いや、もう来た。ここに入れたらいいかな。これ入れ方があるじゃん。これとこっちに来たの。ここやない。ここ。そこかな。いや、先の方がと渡されても。ごついね。こっち、こっち行く。ここ行く。これ一発しかないけど。うん。失敗したらアウト。いや、ちょっと待って。めっちゃ簡単な方がいい。取ればいい。ここ掘ればいい。抜くぞ。それ。よし、こっち動いた。おいしい。ね、どこ刺そうか。あっつ。熱いよ熱いよ。あっつ。あのこれ放っとく。大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。行きと。これどうする。ほろ。ついでに。これで。うん。試行錯誤やっております。この岩さえなくなったらね。小吉の伝説がまた始まる。
行こうかこれ。思いっきり扱った。二度は言いたくないけどなって。なんででっかく割る方法があるじゃんこれ。ここやね。これは放棄投げね。こっちかこっちの響か。決めましょうか。行こうか、高兄さん。高兄さん、お願いします。ちなみに居酒屋のオーナーです。お、これ。音変わりよ。わあ。キレト入ってきたね。おー、来た、すごいすごい。入った。入ってきた。おれー、来た。おー、来た。おー、すごい。来た。おー。こうやって崩すんだね。こんな岩に負けるか、俺。ハンマーが負けた。嘘やろ。ハンマーが。アクシデント。うわ。次行ってみよう。新品じゃけど。うわ、すごい力だったっちゃろうね。そっちや。顔と体に似合う。え、神は力を与えた。うわ。あ、しょぼいね。でっかく割れんね。くそ。オッケー。じゃあね。もうハンマーも折れたし。今日はね、もう草も刈った、木もなくなった大きさがあろうが、確かにこうやって今、ね、引いてるんでシート引いてます、草の上に、はい、ちょ、これ引いて、次あの、また鉄骨でね、下地組むんでその時に、あの、これ割ろうかななかなか、デカブツです、これえ、ちょ、割れ割れそうな行こうじゃあ、無理これいけたらすごい、もうケンシロウもびっくりやろ多分、はい、じゃあね、今からね暴走シート引いてやろうと思います。あの、また完成したらね動画撮ります。はい、お待ちください。はい、いいですね。手もらったらいいでしょ。その、打ち付けてもらった方がいい。打ち付けてもらった方がいい。ピンが、ハンマーない。あ、ハンマーないって。あ、俺んち、あ、俺のハンマーなら向こうにある。あ、どこある？あの、玄関の方も置いてくれ。俺のハンマー。走れないもんね、できる。やっぱプロは違う。あ、そっから生えてくるっちゃん。聞いてないっすか。ハンマー持ってくる。際からね。これあれなんすよ、カブトムシの持っとっちゃう。あ、返したっちゃう。蚊がすごいね、蚊が。違うですね、ゴルゴ13は。ゴリラとか言った。怒られるゴルゴは違う。ダッチにね、ジェイソン高吉。チェーンソーとね、リフトのラッシュはね、もう右に出るもん、ほら、本当にさっきのチェーンソーの前がすごかったね。チェーンソーの前がすごい。おじきが草刈りのプロ、ジェイソン高吉さんはチェーンソー。チェーンソー。俺、ロングバーナー。ぜひ、どうすげえ。よーよー、もう。そらくん、ちょっとね、炭を入れてもらっていいか。炭を。はい、炭を。炭投入しました。熱い。熱いよね。うん。どうか便利よね。ガスボンベが入ってる。ん？ガスボンベが入ってる。なくても。
雑草麺が入ってる。あ、入ってるか。熱い。うわ、違う違う。一点こんな汗。もうね、こんな草熱いのにマスクしてもバカみたいなの。でもね、このマスクは意味がありますから、ちゃんと。ちゃんと意味があるんでね。皆さんね、これから楽しみにしとってください、ね。だから大きな男にこれからなっていくから、必ずその時にね、あの気づくと思うので楽しみにお待ちください。そのためにはやっぱり視聴者さんの力がいるんで、そこはね、素直にお願いしたいと思います。皆さんの力がないと俺は上に行きません。俺は上に行きたい。お願いします。じゃあね、次今暴走シート引いてもらってるんで、選手たちが引いてくれてるんで、ね、次肉焼きながら飲むところをカメラマンのスラックがね、完璧に撮ってくれるんで、皆さんあのぜひね、笑いながら見てください。それでは後ほど。はい。